ある日、母から電話がありました。え、マサトが結婚するの？前から付き合ってたユイさんと二人で挨拶に来てね。へえ、あのマサトが結婚ね。弟の結婚報告に姉である私も嬉しい気持ちを感じていました。しかし後日、一本の電話からトラブルは始まったのです。知らない番号、誰だろう。もしもし。こんにちは、お姉さん。私、弟さんとお付き合いしているユイです。ユイさんか、結婚おめでとう。突然どうしたの？実は、お母さんに結婚を反対されてしまって。え？お母さん、この前話した時は嬉しそうだったのに、どうして？私が、お母さんたちと同居したいと言ったら、同居前提なら結婚反対と言われてしまって。ちょっと待って。ユイさんがうちの両親と同居したいの？はい、お父さんは賛成してくれているんですが。だから、お姉さんからもお母さんを説得してほしいんです。わかった。よろしくお願いしますね。どうしてユイさんはうちの両親と同居したいんだろう。うちの実家は特に財産があるわけでもないのに。とりあえずお母さんに確認してみよう。もしもし、お母さん。突然ユイさんから電話があって、同居反対って。ああ、その話ね。確かに私がマサトたちに同居ありきで結婚するべきじゃないって言ったのよ。マサトたちはなんで同居したいの？二人とも正社員だからお金には困ってないでしょ？正社員だからこそ、今後私に子供の面倒を見てほしいんでしょ？ああ、そういうこと。おそらくユイさんは仕事を続けたいので、子供の世話を母にお願いしたいと思っているのでしょう。息子夫婦が困っていたら、子育てのサポートくらいするわよ。でも最初から私を当てにしないでほしいの。それに同居は何かと大変でしょ？母は、義両親との同居にずっと苦しんできたのです。そうだね。お母さん大変だったもんね。わかった。私がマサトと話をしてみる。もしもし、マサト？ユイさんから同居希望の話聞いたわよ。ああ。ユイが仕事を続けたいから子供を産んだら子守が必要って言ってるんだよ。子守って、お母さんだってまだ仕事してるんだよ。そもそも、同居ありきの結婚ってどうかと思うけど。今時親のサポートもなく子供を産んで仕事を続けられないだろう。母さんだってばあちゃんたちに俺らを預けて仕事してたじゃないか。お母さんは基本的に私たちが学校に行っている間に働いていたじゃない。そうだっけ？それに私だってフルタイムでも子育てと両立してるよ。姉ちゃんは何でも自分でやりたいタイプだろ。同居したいならユイさんのご両親としたらいいじゃない。ユイの実家は県外だから無理だよ。姉ちゃん分かってないな。誰もが我が子や孫と同居したいわけじゃないでしょ。お母さんの気持ちも考えなよ。でも父さんは賛成してる。父さんは同居反対の母さんに怒ってるくらいだぜ。そんな、まるでお母さんだけが悪者のような言い方。とにかくもう一度母さんを説得してくれよ。頼んだぜ姉ちゃん。あまりにも一方的な弟の言い分に、もう勝手にしてと思いましたが、一人だけ悪者扱いされてる母を、このままにはできません。マサト全然こっちの話を聞かないね。ありゃダメだ。そうなのよ。お母さんの気持ちも変わらないのね。変わらないわ。同居したら私が孫を育てなきゃならないのよ。小学校低学年は登下校に付き添いが必要な学校もあるらしくて、そうなると仕事を辞めないといけないし。え、学童とかはないの？この辺りの学童は応募人数が多くて同居世帯は入れないことが多いんだって。お母さん詳しいね。職場の子供がいるママに聞いたのよ。この地域の子育て環境ってどうなのって。よっぽど同居したくないんだな。息子が結婚するんだけど同居したいって言われてて。え？それって孫育て要因ってこと？やっぱりそうかな。今時義母と同居したいなんて、財産狙いか孫育て目的くらいでしょ。私もそう思って断ったのよね。同居なら結婚はなしって。私の姉が今孫の世話で大変なのよ。娘夫婦が徒歩圏内に家を建てたらしいの。最初はいつでも孫に会えて嬉しいなんて言ってたけど、今じゃ相当な負担みたいよ。やっぱりそうなんだ。最初は週に数回お迎えを頼まれるだけだったの。次第に毎日迎えに行かされるようになって、やっと子育ても介護も終わったと思ったら、次は孫育てなんて勘弁してほしいって愚痴ってるのよ。あと、おかずを作って持たせたら今じゃ作るのが当たり前みたいになっているって。ご飯の世話までさせられてるの？同居したら絶対に全員分作らせられるわよ。勘弁してほしいわ。孫育てしたい人もいるんだろうけれど、そうじゃないなら主張は通すべきよ。うん。マサトたちにそのことは？もちろん伝えたわよ。でもだからこそ同居したいって感じで。お父さんも味方になってくれないらしいね。あの人が賛成なのは、長男は同居するべきって考えなだけだから。そうだよね。それで私は失敗したもの。亭主関白な父、気の強い祖母、家事も子育ても
母がほぼ一人でやってきました。晩年の祖父母の介護も母が中心でした。そんな母をどうしても助けてあげたい。お母さん、いい案があるから私に任せてくれない？私は絶対にお母さんの味方だから。私はみんなに実家へ集まってもらうよう招集をかけました。同居反対ってお母さんの意思は固いみたいよ。俺らの意見だって変わらねえよ。そもそもなんで結婚するのに子育てを親に頼る前提なの？でも孫の世話ですよ。そんなに嫌ですか？祖父母がみんな孫の世話をしたいわけじゃないのよ。でも私の会社、年次が上がるにつれて仕事の負担が増えるんです。周りも両親に協力してもらっている人ばかりだし。仕事を頑張るのはいいと思うよ。でも親に育児丸投げの将来設計ってどうなの？じゃあ具体的にどんな同居生活をイメージしてる？保育園の送迎はお願いできたらと。え？毎日？うずったりイヤイヤしたり寄り道したりする子供？あと食事もお金は渡すし。大人4人分と子供のご飯を？買い物だけでもすごいようになるけど。でも父さんは同居に賛成してるんだから、マサトは長男だし同居した方がいいだろう。予想していた通りの展開になったわね。じゃあお父さんが孫の世話をすればいいんじゃない？お父さんは今まで通り家事も育児もお母さん任せ。それでたまーに孫を可愛がるだけなんだから、そりゃ簡単に同居賛成って言えるよね。いや俺は、俺の方が稼いでるんだから家事育児は母さんの担当だって昔言ってたよね。今はお父さんが稼いでないんだから孫の世話担当だよね。ついでに料理も練習したら？育児だけじゃなくて家事もね。そうです、私は弟を説得するだけでなく父にも考えを改めさせるために話をしに来たのでした。あとマサト、ちゃんとお母さんたちの介護のことまで考えてるんだよね。え？まさか子供の面倒は見てもらって親の面倒は見れないなんて言わないわよね。そんなのまだまだ先の話だろ。あのね、お母さんはただで使える家政婦兼保育士じゃないの。あなたたちの都合ばかり主張してお母さんの仕事や時間を奪わないで。奪うなんて。まずは夫婦で努力してみるのが筋でしょ。困った時はお母さんだって協力してくれると思うよ。っていうかゆいさんが無理ならまずマサトがやるの。どうしても同居したいならお父さんとマサトとゆいさん3人で同居したら。みんなもう少しお母さんを家庭から解放してあげてよ。やっと自分のペースで生活できるようになったところなんだから。お母さん、他に言いたいことは？そうね、マサト、ユイさん、一つだけ言わせてちょうだい。自分たちの子供の子育てを最初から私に丸投げして後悔しないかしら。二人でもう一度よく考えてみて。うん、はい。ナミエ、弁が立つのね。ごめん、出しゃばりすぎたかな。いいえ、味方になってくれてありがとう。その後、マサトとユイさんは同居なしの条件で結婚。ゆいさんの会社の近くにマンションを借りたそうです。もし今回母が我慢して同居していたらきっといつかトラブルになっていたはず。弟夫婦の結婚前に家族でちゃんと話ができてよかったと思っています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。